1977年の三河海老駅跡とその周囲。赤で囲った場所に駅があった。赤い線は田口線の廃線跡。国土交通省国土画像情報をもとに、作成三河海老駅は、かつて愛知県新城市海老屋座、千原田に存在した豊橋鉄道、田口線の駅である。1929年に田口鉄道により開業。1956年に、 豊橋鉄道の駅となるが、1968年に路線の廃線に伴って廃止された。南下田郡海老町にあった駅の一つである。当駅のあった海老は、豊橋と長野県の飯田を結ぶ、稲海道の宿場町として発展した地域である。明治に入っても、なお街道の賑わいとともにあり、次第に人口も増加して1894年には調整を、敷いて、 海老町となった。海老町に鉄道が伸びるのには時間を要した。1894年に、関営鉄道が通じていた豊橋駅を起点とする、東山鉄道が、海老村までの路線付設を申請したが、先岸の豊川鉄道に付設権を取られ、同じ南下田群内の大会駅までの1900年の延伸に止まった。現在の JR 飯田線南部にあたる区間である、 大正に入ってからは1923年に、豊川鉄道の姉妹会社宝来寺鉄道が、大会駅から売れ側に沿って、路線を伸ばした。海老町はこれらの鉄道網からは、外れていたが、豊川鉄道大会駅延伸に伴い駅と町の間で、乗り合い馬車が営業を開始し、1919年には、大会から海老を経て、田口へ至る路線バスが開通するなど、交通機関は、 確保されていた。当駅を開設した田口鉄道は、上記の豊川鉄道、高来寺鉄道の系列会社である。当駅は、同鉄道の第1期線にあたる高来寺口駅当駅間の開通に伴って、1929年5月22日に開業した。よって、開通時は路線の終着駅であった。恵比北第2期線の当駅。 清崎駅間は1930年に開通、その後第三期線が1932年に田口の三河田口駅まで開通して、蓬来寺口駅三河田口駅間が全通している。鉄道の開通は町に人口の減少という影響を与えた。これは鉄道開通により中心地としての役割が薄れて、人々が都会へと出ていくことが多くなったためであった。 戦後の1956年10月、これに伴い、当駅は、豊橋鉄道、田口線の駅となった。それから8年後の1964年、豊橋鉄道は、赤字の拡大に伴って田口線の廃止を決定する。田口線は1968年の廃止までに、数度台風の被害に遭い、最終的な運転区間は本流しの駅、東駅間となり、 当駅が再度終点になっていた。9月1日付で、路線は、廃線、バスへの転換が実施され、駅も合わせて廃止された。2012年現在、本流しの駅としたら町田口を結ぶのは、豊か鉄バス田口新城線で、新城市民病院から本流しの駅前経由で、田口まで運行されている。海老地内では、バスは、愛知県道32号流しの線を、 走行しており、駅のあった、地千原田の北東にあたる地南海津に、エビバス停が設置されている。相対式二面二線と本流しの片折り返しの片面一線で構成された、列車の行き違いが可能な交換駅であった。校内には、車庫や変電所があるなど、同線の中枢として機能していた。友人駅であり、 1956年の時点で、駅長を含めて7人配置されていた。1957年度の乗車人員は12万7千人で、そのうち4割に当たる5万6千人が、定期乗車券での利用客であった。これは、田口線全11駅では本流しの駅、宝来寺駅、三河田口駅に次いで4番目に多い。一方同年度における、貨物取扱量は、 発送が2783トン、到着が5 0ロトンであった。田口線の貨物取扱駅は7駅あったが、取扱量はその中では少なく、上から6番目である。駅の跡地は整地され駐車場となっているほか、本流しの側に、新城市エビ構造改善センターがある。駅舎は廃止後も残っていたが、1994年に解体された。 2016年3月末までは、跡地に本流しの駅前引く海老舎マ前館の、系統のみ発着した、海老舎マ前という名称のバス停もあったが、前日の新城市民病院、田口間の系統は、海老舎マ前は経由しなかった。豊橋鉄道、田口線三河大石駅三河海老駅滝の上駅。ありがとうございます。